2019明治安田生命 J1 リーグ第23節、松本山雅 FC と名古屋グランパスの一戦、長野県松本平広域公園総合球技場、通称サンプロアルウィンからお届けしていきます。まあ、今上空雲があります。まあ、一応天候は晴れという報告です。さて、松本山雅のラインナップです。基本的には3センターバック中盤4枚1トップ2シャドウで戦ってきましたが、今日はどうでしょうか。森田キーパー、橋内、飯田、水本の3センターバック、で中盤は田中、パウリーニョ、藤田、高橋、永井、セルジーニョ、坂野の前線です。名古屋グランパスのラインナップです。ゴールキーパーランゲラク、まあ、勝ててない時期は3バックやったり4バックやったりいろいろでしたが、まあ、4バック継続のようです。宮原、中谷、藤井、吉田の最終ラインで、中盤は前田、エドワルド・ネット、ジョアン・シミッチ、泉、前線は強烈な2人です。ジョーとガブリエウ・シャビエルです。吉田を早めに田中俳優までつかみます。これはこういう状況の時には前から行こうという気持ちが、おお、パウリーニョから坂野のシュートだ。よくしのぎました、ランゲラク。いい反応です、セルジーニョ。高橋亮、左足、坂野、うん、攻めの形で雰囲気を作りました。松本、まあ、ちょっと距離はあったんですが、ここから思い切って打ってきました。はい、あとは基本的にはショートパスが多いと思いますけども、はい、特に新道に入った時なんかは早くサビのゴールって言いますね。左足、前田直樹、ナイスキーパー。なんとか手を伸ばして森田しのぎました。ちょっとタイミングはずれてた感じにも見えましたが、なんとか手に当ててしのぎました森田。よく戻ったセルジーニョ、いや、くさび、坂野、高橋、坂野シュートだー。決定機来ましたが、わずかに左、逆側から長い飛び込んだこぼれ球。まあ、プレーの連続性もあって非常に良かったと思いますし、はい、体しっかり張ってさらに出してあげて、で起き上がったらやっぱりね、ご褒美来ましたけども、前田行く、前田直樹、うん、左足、うん、1回は引っかかったんですが、こぼれ球は自分でまた足元に入れて最後フィニッシュ。オンサイド、オンサイド、チャンス、長井亮、長井、ランゲラク、よく出ました。決定機、松本、押し出すボールが大きくなった瞬間にランゲラク前に出ましたけども、はい、よく見てましたね。ここをジョアン・シミッチ潰した、ガブリエル・シャビエル、ジョーが残す、ジョーパス、泉持ち帰る、強いパス、またガブリエル・シャビエル、ナイスキーパー。決定機、名古屋、上を起点に泉、ガブリエル・シャビエルで枠を捉えました。セッターの藤井です。セルジーニョ、高橋はスプリントしました。裏、裏、お抜けたチャンス、前に長いだー。7試合ぶりの起用に応えました、長い。かなり際どいランニングには見えましたけどね。ちょっと向こう側、中谷だったでしょうか、うん、残っていたのに対して入れ替わるように永井が出てきました。中谷のところでオンサイドになったんですよね。
ウィングプレーヤードリブラーに変えて点取り屋を入れます風間監督。前線3人、赤崎、城、赤崎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 だ。仕事をしました切り札赤崎、これぞストライカー、土壇場、まさに土壇場、名古屋同点。名古屋らしくない一本の長距離パスからです。よく走りましたね。いや本当にキックの質も高いと思います。吉田豊が今ちらっと時計を西村主審が見ます。まだありますか。放り込む中谷、おージョーの、ジョー競りましたが当たって流れてゴールキック。激闘終了、ゲーム1対1。いい戦いをした松本、今日久々の先発起用に永井が応えて先制しましたが、名古屋は切り札赤崎、アディショナルタイム、まさに先金のイコアライザー、ゲームは1対1の引き分けです。